皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日はお母さんの算数、タイトルはなぜ文字式を勉強するのという、ね、実はお母さんがお子さんからなぜ文字を使った式を勉強しなきゃいけないのかと聞かれたらしいんですよね。そしてうまく説明できないので教えてください、そういうことなんですけれど、実は私たちも文字式塾で教えていますけれど、文字式はこう作るんだよと、こうやって計算するんだよと、規則はこうだよ、そういうことは教えても、なぜ文字式を教えるのか、勉強しなければいけないのかというのはあまり考えたことはありませんでした。そこで改めて、考えたこと、ね、そのことについて考えたことをここで紹介したいと思います。文字式を使った式を勉強する理由です。まず、3つ紹介します。文字を使うとわからない数、数字があっても式を作ることができます。これは中学だと方程式で使いますよね。2つ目です。言葉の式を短くすることができます。皆さんいろいろな公式言葉で覚えさせられたと思いますけれど、それを短くして表すことができるんですね。そして3つ目、文字はいろいろな数を入れることができる箱です。この考え方は関数、比例とか反比例、一次関数とか二乗に比例する関数、ね、ここだと二次関数などで使われているものです。では小学校の問題を例にとって、この3つどのようになるか説明しますね。例、1本70円の鉛筆を何本か買うと、100円の消しゴムを買った時の代金はいくらでしょうと。何本買うかの部分が分かっていませんよね。そして合計の代金を出すという、こういう場合、言葉の式を使うと1本70円の鉛筆ですから 70×、 これ鉛筆の本数ですよね。鉛筆の書き順ちょっと違いました。本数、これに消しゴムの代金の100円を足すと、こういう式になります。で、この鉛筆の本数の部分を文字に変えると、じゃあアルファベットの小文字の A を使うと 70×A+100 と、このように表すことができます。この文字の部分がアルファベットの一文字で表せる、ね、短くなりましたね。で、分からなくてももちろん言葉の式でも表すことができますけど、で、分からない数があっても式を作ることができると。それからこれ、いろいろな数を入れることができるということは、例えば鉛筆2本買ったんだったら、ここの本数のところを表す A のところを 70×2 にして足す100と、 70×2 は140ですから、140足す100で代金240円です。もし5本買ったんだったら、 A のところを5に変えて 70×5 足す100、75350足す100ですから、5本買った時の代金は450円と、こんなふうに求めることができるんですね。で、もう一つ、文字式を勉強する理由4番、文字式を使うと数量を予想することができます。これは高校で学習する数列とか、中学だとこの
規則性の問題などに使います。こちらの例はストローを使って図のように三角形を冷やしていきますね。三角形1つあります。ストローは3本ですね。このように三角形2つにするときは三角形にここにもう2本加えます。3つにするときにはさらにここに2本加えます。4つのときにはさらに2本加えていきますとね。こういうふうになっていますね。ずっと増やしていくわけです。このとき三角形が5個のときのストローの本数は何本でしょうか。これ三角形の4つのところまで書いてあるので、ここにもう一つ三角形を作ってあげて、それを数えればこの前できちゃうんですけれど、そうすると1234567891011、ああだから書けば11本だよっていうのが分かるんですね。でもこれはまだ5個だったらいいんですけれど、三角形の数が20個の時、これストロー何本でしょうか。こう言われたらこれ20個まで書くのは大変ですよね。でそれまた数える、数え間違うこともあるかもしれませんよね。ですからこの時文字を使って、なんかこういう規則を見つけていくんですね。ちょっと最初にこの増やしていく時2本ずつ増えていくというのをこう言っていましたよね。実は2本ずつ増えていくこの規則を使うんですね。つまり三角形の数かける2じゃないかなっていうのを予想するわけです、ね、でもそうすると最初は、ね、三角形の数かける2って1かける2だと2本になっちゃいます。でもここには3本ありますよね。そうここの部分が最初余分にあるということで、あとはじゃあ2本ずつ1234で足すここの部分ね、増えていった部分は2個ずつ2本ずつ増える。で例えば20個の時の前に三角形の個数を N とするとね、2かける三角形の数 N ね、でも最初ここに1本余分にあるので足す1と、実はこういう規則性を見つけることができるんですね。こういう規則が見つかったら、じゃあ20個だったらという時、この N の部分に20を入れて 2×20+1 と、ね、41本となるわけです。じゃあこの規則正しいかどうか念のため試してみましょう。三角形が3つあるとき 2×3、 2×3 が6、足す1と、1234567、 6足す1は7ですから当てはまりますよね。じゃあ4つのとき、ね、2C が8足す1で9本、9本ですね。1234567891、 当てはまりますよね。ということはこの式は、ね、正しい。この式に当てはめればストローの本数が分かると、ね、このように規則性を見つけるときにも文字を使った式を使うととても便利に計算することができるということですね。ここでなぜ文字式を勉強するのか、この4つです。私が考えたら、ね、分からない数があっても式を作ることができると、言葉の式を短くすることができると、で文字のところにいろいろな数を当てはめて計算することができると、それから文字式を作った場合数量を予想することができると、ね、だから学校で文字を使った式を勉強すると、これが私の考えた理由です。参考になりましたでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。